こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、花龍馬さんから失敗論、ね、挑戦しておけばよかったみたいなことをお話しいただきましたけども、まあ、挑戦と失敗っていうのは関連性があるようで、私は全くないと思うんですよね。まあ、そもそも失敗っていうのは私はしたことがなくって、何でしょうね、何が失敗なんでしょうね。私が唯一失敗として感じるのは死ぬことじゃないかなと思うんですよ。まあ、死ぬことが失敗って言ったら死んだ人はみんな失敗者なのかっていうことになっちゃいますんで、そうではないと。そうではないんですよ。だから命をね、失うほどの挑戦をしてしまうと、それは、まずいよと。そういう意味での失敗ですからね。やっぱり寿命が尽きたりとか事故をしたりとか、いろんなね、不測の事態でお亡くなりになる方を揶揄したものではございませんので、それはご理解いただきたいと思います。じゃあ一体久保さん、失敗ってひどい失敗してるんじゃないですかと。詐欺られちゃったりとか、破産したりとか、お店潰したりとかしたんじゃないですかって言いますけども、それって失敗なんですかね。人生を歩んでいくうちに当たり前のようにあることは別に失敗とは私は思わないんですよ。だって事業してうまくいかなかったとかね、破産しちゃったみたいなのはあるわけじゃないですか。事業を始めた瞬間にもしかしたらこうなるかもな、お手上げするかもなってことを覚悟してやるわけですから、予想通りのことが起きただけで失敗でも何でもないかなと思うんですよ。あるべきして起きたこと、自分の希望通りにいかなかっただけっていうね、一つの現象を表しているだけで、それを失敗っていうことに押し込める必要はないのかなと思うんですよ。じゃあ大きなお金を失っちゃいました、詐欺られました、これ失敗ですかね。そうですかね。世の中にはうまくいくこととうまくいかないこと、当たり前のようにあるっていうのは、歩み出した時から覚悟の上ですから、盗まれちゃったとかね、騙されちゃったって当たり前にあることなんで、当たり前にあった現象が起きただけなんで、これ失敗なのかなと思っちゃうんですよ。で、挑戦ってものはどうでしょうか。挑戦っていうのは、挑戦をした結果、失敗ってことあるのかな。そうではないと思うんですよ。まず挑戦した段階でもうね、成功なんですよ。挑戦しない人もいるわけですから。恐ろしいのは挑戦をしないまま時間が過ぎていくってことなんですよね。なぜなら挑戦をしなければそれがうまくいくべきものなのか何もわからないんですよ。うまくいったのかいかなかったのか。例えば私は東大の受験しませんでした。受験したら受かってたかもしれないですよね。少なくとも受験をしたらどんな人が受けに来たのか分かったかもしれないですよね。少なくとも東大受験をすれば東大受験の会場に行って同じようなテンションの人と出会い触れ合えたかもしれません。東大の受験をしたよっていうような経験が今でももしかしてネタとして生かせたかもしれません。いやー、もったいないことしました。今からでも受けてみましょうかね、ということにもなるわけですよ。ということなんで、挑戦ってのは挑戦するだけで勲章になると思います。で、その敵が偉大であればあるほどですよ、強大であればあるほど、挑戦したってこと自体がものすごい勲章になると思うんですよ。じゃあ私がですね、もう遊びでもいいんで、マイク・タイソンとリングの上でボクシングしました。で、結果は明らかじゃないですか。リングに上がる前から明らかですよね。でもマイク・タイソンと私がグローブをはめてね、リングの上でボクシングをしましたっていう体験は、なんかうまくいったいかないにかかわらず、それだけで勲章だと思うんですよ。ですんで、挑戦をしないことってのは非常にもったいないなと思うわけですよね。まあ、だからといって意味のない人生を過ごしているとまでは思わないです。ただ挑戦しなかったという現象が残るだけなんですよ。どっちかといえば挑戦した方がいいんじゃないのっていうふうに思うだけで、しなかった方が価値がないとかってそんなことは全然ないですからね。挑戦しないまんまそのまますんなりと人生を送れれば何よりですよ。そういう方も実際いますからね。生まれた時から御曹司で失敗も成功も経験せずに最後までハッピーライフ、そんな人生もあるわけですから、いいんじゃないですかね、それでね。まあ恋愛にしてもそうですけどね、出会って失敗成功もしかしたらあるのかもしれません。ただですね、出会った瞬間いつかは別れるっていうのは決まってるわけですよ。それが振られて別れるのか、面倒くさくなって振ってしまうのか、50年連れ添ってどちらかがね先に死んでしまうのか、いろんな形があります。じゃあそれって失敗という言葉に押し込められるのかなと思っちゃうんですよ。そんなことはないんじゃないですかね。ただ自分が失敗というふうな概念を持てば、それは失敗というものに押し込められちゃいますし、それは失敗ではなくて経験だ、貴重な挑戦だったと思えば、すごくね宝物として輝くんじゃないかなと思います。ということでね、必ずしも自分の過去を否定するものではないと思います。むしろ失敗っていうのは未来に存在してます。未来に思わぬところに存在してますんで、そこにですねはまらないように気をつけていかないといけないかなと思います。そのためのポイントとしては、失敗例に学ぶことですよね。体験ではなくて歴史に学ぶ。人はどんな時に失敗しちゃうんだろう、人はどんな時に落ちぶれてしまうんだろう、そういった例っていうのは山ほど出てきます。権力、お金、異性、こういったものに惑わされた時にそれが起きてきます。ですんでね、権力、それからお金、異性、こういったものからなるべく意識を離していることだと思いますね。同時に強く意識しなくてはなりません。意識を離すってことはそれだけ意識してるってことなんで、表裏一体でですね、そこまで意識してるってことなんですよ。例えば私はですね、女性と二人っきりで会わないように意識してるんですよ。
それは今一緒に暮らしてくださってる奥さんのことを愛してるからなんですよね。小さなほころびから大きな失敗が起きることを恐れているから、だから意識して話してるんですよ。これって意識してないっていうレベルではないですよね。ということで今回のまとめに入りますけども、人っていうのはね4つぐらいの段階があるんですよ、うん、4つぐらいの段階があって、やっぱりね、まあ、失敗してしまう段階ってのあると思うんですけども、一番いいのは意識して失敗を避けていくってことです。もっといいのは意識せずに無意識で失敗を避けていけるってことなんですよね。これはもう神の領域です。ですので私たちはせめてですね、何が失敗なのか成功なのかってことを強く認識して、その失敗から離れるために強くそれを意識することだと思うんですよね。で繰り返しますけども、失敗っていうのは今までの人生にはありません。ほとんどの方はこれからの人生にあります。常に失敗っていうのは得意分野の中に、そして未来の中にあると、そういうふうに用心していっていただくのはいかがでしょうか。それではいってらっしゃい。